で、もう一回ちょっと先にやりますね。股関節が、ね、こうやって動いちゃって、仙腸関節ね、この関節も動いちゃって、でそちらからちょっとお願いできますか。どうですかね、かなり、ね、緩すぎちゃう感じね、うん、動いちゃいます、はい、だから骨盤の、あと股関節の靭帯、まあ、仙腸関節の靭帯で、まあ、ちょっと膝まではうまくちょっと出てないんだけど、まあ、だいぶもうこう緊張しちゃってるかなって思うんで、うん、そんなにちょっとグラグラしてないように見えるんだけど、まあ、とにかくこの辺の、ね、こう骨盤の周辺はちょっとこんな風な感じになってると思ってくださいね。じゃあ一回今すみません、これで今調整を入れたんで、で一回すみません、あのプロの方に触ってもらいたいんで、はい、いいですよ、はい、押してもらっていいですか。さっきより分かりますか。はい、はい、さっきより入れが違うんですね、はい、そこも、はい、あ、こっちの方が分かりやすい、なんとなく分かるかな、自分本人さんが、うん、はい、固くなってるね、そうそう、まあ、これ以上あの一応揺れるんだけど、さっきみたいにもうぐにゃぐにゃには揺れないっていう感じなんですけど、うん、はい、そうそう、あの多少は入れないのガチガチじゃ困るんで、うん、あの柔軟性があっていいと思うんだけど、さっきのはこう揺れすぎなんですよ、うん、で揺れすぎちゃうのを、起きた時に、まあ、立った時には緊張を入れて頑張っちゃうみたいな、うん、そんなのがあるっていう話ですね。うん。